Mark Sports Info Program。 2017年12月28日、年末を締めくくる大一番、ガールズグランプリ2017が行われた。優勝賞金は1000万円。出場できるのはその土地活躍したわずか7名。まさにガールズ競輪の女王を決める最高峰のレースだ。レースが動いたのは残り1周。水色4番の奥井文が先行体制に入る。それを追いかけるオレンジ7番の石井裕子。ゴール前鮮やかに抜け出したのは石井裕子。巧みなレース運びで見事ガールズ競輪の女王の座を射止めた。2013年のガールズグランプリを制した中村ゆかりとともに、石井本人が勝因を解説。他のメンバーはびっくりしたと思う。誰か来ても飛びつくっていう。ガールズ競輪のトップ選手の素顔とは。いや、欲しいと言ったらバンクかもしれんな。競輪場欲しいな。自分の競輪場面白い。そう、ガールズグランプリの女王が本音を語った。ガールズグランプリから3ヶ月、石井裕子のホームバンク慶応閣競輪場を訪ねた。もう一番欲しかったタイトルなので、2017年はもう絶対勝ちたいっていう気持ちが強かったと思います。石井が絶対に勝ちたいとこれまで以上に強く思うようになったのは、ガールズグランプリに4年連続で挑戦した2016年のレースで優勝をつかみ取ることができなかったからだ。調子も良くて良かったんですけど、負けてしまって、そこで変わりました。その前まで妹と2人とかでやってたんですけど、1月からタヤさんの道場で一緒に練習させてもらうことになりました。その練習グループを率先していたのが1期生の中村ゆかりだった。彼女もまた2013年のガールズグランプリで女王に輝いた一人だ。約1年ぐらい前からひろことかたかことかで、去年デビューしたふぶことかが、一緒にやるようになったんで。中村さんは2代目女王なんですけど、やっぱその背中はずっと追ってて、その時一緒に走ったんですけど、心の底からすごいなと思ったし、尊敬できるし、やっぱ追っかけていきたいって思ったので、去年から練習できてて、やっぱそれを間近で見ることができるので、とても勉強になります。共に練習するようになった中村は石井の変化を感じ取っていた。競輪に対しても毎日強くなりたいんだ、勝ちたいんだ、成長したいんだっていう気持ちが毎日感じられる。1年間一緒に過ごしたらすごい心が成長していってたんで、競輪に対する取り組み方とかも、今年勝つのひろこじゃないんかいみたいな感じで。2017年のグランプリひろこ勝つよって。もう、あ、そう言われました。言われたんですか。そうですね。で、その言葉があって、まだ全然出れるかも決まってなかったんですけど、なんかやる気というか、変な自信がついたというか。練習環境を変え、心が成長した石井。今回は絶対に勝ちたい、そんな思いを胸に秘め、ガールズグランプリに臨んだのだった。
ガールズ競輪の全選手が目指す最高峰のレース、ガールズグランプリ。これまでに6回行われ、さまざまなドラマが生まれた。優勝経験のある2人に2017年のガールズグランプリを振り返ってもらった。緊張した？それがそんな緊張しなかったですよね。やること決めていってて、何回か出てた経験が今回生きてますかね。生きてた、広場でもスタート得意だからな。はい、そうですね。うまくいきました。7番手、7番車からでもね。そうです。ただそのギアが重かったのがちょっとネックで、あ、初めてのギアだったんですけど、出れるかなと思って。確かに普段よりも2番手か3番手が一番欲しくて、本当に理想通りのスタートでした。でも理想の位置取れた時って結構落ち着くような。落ち着きますね、この周回中も。じゃあもう大体この位置になったら、はい、こんなレースしようっていうのは頭にあった、うん、もう1ヶ月前から決めていて、ジャン前に動くっていうのは決めてたので、うん、後ろも見ずに、うん、確かに一回も見てないんですよね。確かに後ろ見てない、見てないんですよね。自分の行くとこ決めてて、振り向くと落ちるんですよね、うん、一瞬スピード落ちるので、そこは勝負のとこなので向かずに前だけ見てました。お、先行スローか。そうですね、結構踏んでますよね、うん。で、多分他のメンバーはびっくりしたと思う。誰か来ても飛びつくっていう感じで練習してきたので、たまたま奥井さんが先行体制入って、それにはまれたかなと思います。奥井さんの仕上がりもすごい良かったから、すごいタイムも良かったし、末もあったし、はい、ゴールしてどう思った？これ、これはもう負けたと思いました。やっちゃったのこのダラン。確かにガッツポーズもしてない、はい、やってしまった。でもカジカジは見てるよ。あ、そうですね、すごいこの映像、うん、あれ、あれまだ分からない。どこで気づいた？これはお客さんにひろこって聞こえて、うん、えって言って、うん、したけど、うん、まだ分からなくて、うん、今までにないくらいの声上げて泣いて泣きましたね。ライブでテレビで見てて嬉しかったです。もう一生できないですぐらい、もう全部全てうまくいきます。5回目の挑戦でやっと手に入れた勝利。石井にとってガールズグランプリとは、もう毎年絶対出たいし、ずっとトップで居続けられる証だと思います。